My name is Mana Izuhara. I'm in International Liberal Arts Department, and I was in women's soccer team in Otemon Gakuin University. And I went to study abroad to Snow College in Utah for 9 months. Tomodachi ga gakukujin no sensei to takusan communication to tte iru no o mite, watashi mo ironna kuni no kata to英語でコミュニケーションを取りたいなというふうに思ったのと、小さい頃から英語とサッカーに力を入れてきたので、女子サッカー界の強豪国であるアメリカで一度サッカーをプレーしたいなと思ったからです。日本で習う英語と現地で使う英語が違うということですね。例えばサッカーをしていて感じたことは、ポジションや技の言い回し一つでも違うことがあり、最初は少し戸惑いました。正科科目を取っていて、英語で数学や歴史の授業を受けました。特に歴史の授業では専門用語が多く、それを英語で理解するのは難しかったですね。心に余裕が生まれ、おおらかになったような気がします。勉強やアルバイトなど何事も楽しむことが一番だと思えるようになりました。将来は日本語と英語を駆使してスポーツに関わるような仕事をしたいと思っています。スポーツを通じて日本と海外の架け橋になれるような人になりたいと思っています。これから大学生になる皆さん、留学は最初はためらうかもしれませんが、やり遂げると達成感の得られる最高の体験になります。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。多彩なカリキュラムと海外留学プログラムで実践的な英語力を身につけ、世界で活躍できる人材を育てる国際教養学科、2017年4月新カリキュラムがスタートしました。短期海外留学には学科生全員が参加可能。留学経験の有無、英語の得意不得意に関わらず、英語力を伸ばす仕組みが充実しています。留学前のサポートももちろん充実。1年時の夏には外国人教員とのコミュニケーションを中心としたサマーセッションを行い、実際の留学へ向けて英語力と自信を養います。2年次からは将来の目標に合わせて3つのコースから目的に沿った英語の学習に取り組みます。まず英語が好きであるっていうこと、これが一番大切なことですけれども、もっと大切なことがあります。それは言葉の先にどのような目標を持っているかっていうことです。英語を使って将来何をしたいか、英語で自分の人生を社会をどう変えていきたいか、そういう具体的な目標をしっかりと持つ、見極めるっていうことが一番大切です。もちろん留学は最終の目的ではありません。留学っていうのは自分の将来何かをしたいっていうものに対しての一つのプロセスです。そこに至り着くまで、このオテモン学院大学では1年生入学してから段階的に留学へ行って結果を出すことができる語学のプログラムが準備されています。まず留学の大切なことは何かというと、ステップアウトオブヨアコンフォートゾーンっていう表現があるんですけれども、今皆さんが日本で生活をしている快適な環境からあえて外へ出ていくという、その勇気、決断、これが皆さんの人生を変えていく大切なきっかけになります。これを私たちはライフチェンジングエクスペリエンス、自分の人生を変えるような経験、またライフ
Enhancing Experience。 Enhance というのは人生をより豊かにするということなんです。まさしくオテモン学院大学で考えられている留学のプログラムというのが皆さんの人生を変えていく一番大切なきっかけになると思います。英語を学ぶっていうことの意味は、自分の母語、日本語や中国語以外の言語を学ぶ。これはその言葉を喋っている人たちの文化、社会、そしてその人たちの魂、価値観を学び取るということです。これを通して自分自身をより客観的に理解することもできます。そういった意味で英語を学ぶ、または英語以外の言語を学ぶっていうことは、皆さんの人生を豊かにするだけではなくって、皆さんがこれから活躍する社会そのものも豊かにしてくれます。大手門学院大学を目指す高校生の皆さんに一言メッセージがあります。それは No pains, no gains という言葉です。苦労なくして得るものはなし。すなわち、大手門学院大学が皆さんのために準備している留学プログラムや英語の授業、こういったものは皆さんを待ち受けているわけではありません。皆さん一人一人が努力をして自分の力で手にするものです。そのことを期待しています。最寄り駅から徒歩圏内という好立地と最新の設備を備えた環境で新しい学びが始まります。2019年、国際教養学部は新キャンパスへ移行します。